ことがあってやっぱりこれはっきりした方がいいなと思うんだけど、うん、誰が好きなの？ね、結局あのなんかちょっと言いにくいんだけど文春の見たんだけどあれ何だ？そこ触れちゃいますか？文春のなんか撮られてたじゃん。何じゃない、一番知ってるでしょ。一番知ってるでしょ、うん、なんか手つなぎで、うん、ね、手つなぎ片組デート、この人じゃあれ繋いでるよ見えたあれそういうふうに合成されてる？えあれは何の？罠罠え、じゃああの日あの場所にはいないと。いや、いたはいたよ。ああ、私なんてさ、そんなさ、毎日違う人と、まあ、お寿司食べるみたいな人間じゃん。そうだよ、ね、そうだよ、ね、そうだよ、ね、そうだよ、そうだよ、まあ、その、たまたまその1日を振られただけ、うん、そうだよ、っていう感じがする。でも相手もイケメンだからね。いや、あのね、ぶっちゃけ飯田のことは信用してないよ。飯田を姫が口説いて、うん、やりたいって言ってるのは想像もつかないけど、うん、あの男の子だったらあるよね、うん、これ分かるの？なんかイメージイケメンだし、うん、なんかワンタン姫も別に嫌いじゃなさそうな感じするし、肉まん知ってんの？まあ僕ははい、何度かはい。だって姫は肉まんとか飯田にあんまこうやって近づかないもん。まあ近づけたりしないじゃん。でもなんかでもたまに歩いて疲れてる時とか非常時に使いますから、ね、さっきもくしゃみする時にティッシュないからか僕にここにつけてきましたからとかって言って、だからそういうか別に変な意味じゃないこういうボディタッチみたいなのは、だってさっきもさこうカメラでさ、うん、こうやってチュンってやったじゃん、うん、この一部を写真にしてみな、もうなんかすごい肉まんでみたいなところで、あーやばいね、なんかコスプレでそういう感じで文春も撮られたわけ。なるほどね、編集の仕方、なるほどね。